皆さんこんにちは。なるほど天です。今日も間違い探し遊んでいきます。さあ、カナダのレベル11の100、6個の間違い行ってみましょう。なんか川ですか、用水路かと思っちゃった。これ木がないでしょ。なかなか変わった方がいいですね。まあ、なるべく今お腹空いてたから、サキイカ食べてたんですけど、美味しいですよね。なんかお腹空いて、なんかスルメとかサキイカとかピーナッツとか食べてたらですよね。なんかお酒大好きな人みたいになっちゃうけど、お酒のつまみみたいなバカ食べてますよ。さあ、あと3つ。あ、でもこれ間違い見つけやすいですね。気がないでしょ。もう家がない。さあ、あと1個。こっちの地帯になかりそう。このエリア怪しい。ちょっとわかんない。じゃあ、ここのエリアじゃないんですかね。こっちのエリア。ないですね。あと1個。あれ？他の簡単な間違いだったのに、ちょっと難しい？幅違うとか？ハバネロとか？ハバネロより辛い唐辛子なんでしたっけ？ジョキアじゃなくて何ですかね？ちょっと忘れちゃった。わかる方ぜひコメント欄で教えてください。何でしょう？ヨット？あと1個が見当たらない。拡大してますよね。こっちの方？手でなぞっていくしかないですか。頑張って。なぞってないのを見つけ出すと。あれ？幅が違う？なんか。ひょんと。わあ、間違いが分からないとき全然見えないですね、間違い。あ、え、ん？いや、合ってる。今左側のこの辺怪しく感じた。けど合ってますね。いやー、これは難しい。さあ、3分経過しました。皆さん分かりましたでしょうか。皆さんどれぐらいの時間で見つけられてるんですかね。よかったらコメントに書いてください。50秒で見つけましたとか。なるほど、最速19秒ぐらいですけどね。まあでも、間違いの個数が毎回バラバラだからあれですけど。なんとも言えないですけど。なんで間違いわからないの？あと1個。なんか見てないとこがあるんですかね、まだ。一体何を見落としてるかわかんない。あー、見つけました。家が違う、微妙に分かりづらい。さあ、ということで今回の動画以上になります。他にもたくさん動画ありますので、そちらもご覧くださいませ。ではまた次の動画でお会いしましょう。